めん、大丈夫？トサカの兄ちゃん、お前も怪しい男ってやつに会ったのか？男だと？ああ、そうか。俺はあの男に。私もやつにたばかられた。あの男が空の世界を混乱に陥れている元凶と見て間違いない。いや、どうもそうではないらしい。やつ自身も関係はしているようだ。そんな、封印が解ける前でこんなに影響が出ているのに、解けてしまったら一体どうなって。正直想像もつかんな。今起きている異変の延長線上で考えれば、それこそ全てが書き換えられ、世界の終わりが訪れるのかもしれん。そんなこと絶対許されねえだろ。どうする、グラン？怪しい男っていうのを追うか、それともパンデモニアムに向かうか。まずはこの島に来た目的を果たそう。ロゼッタさんの無事を確かめるんだ。ベリアル、取り逃したか。へえ、私たちを同時に相手にするほど彼も向こう水じゃないってわけね。でもゾーイ、逆に考えればあなたがいてくれて助かったわ。このままじゃ拉致が開かないわ。この島周辺だけ淀みを作っても、もう空域全てが飲み込まれつつある。なんとか元を絶たないと。とは言っても彼を再封印するしか方法はないのかしら。再封印か。溢れ出ようとするものを押し込めるのはとても難しい。他の方法もないわけではないが、いずれも痛みを伴う結果がつきまとうことになる。じゃあ黙って見ているの？この空の世界が滅びゆく様を。まさか。だが我らだけではもはやどうにもならないのは事実だ。やっぱり鍵はあの子たちになるのね。ローズクイーン、君が送り出してやってくれ。私はこの先の事象に備えよう。できればあの子たちのそばに一緒にいてあげたいのだけれど、信じて送り出すのも見守る者の務めね。ロゼッタ、やっと見つけた。イオちゃん、それにみんなも。ロゼッタさん、聞いてください。実は。そう、そっちも大変だったのね。みんな無事で何よりだわ。それにしても驚きました。ロゼッタさんが先回りして教育をせき止めていたなんて。おかげで休暇が台無しよ。それでもファータグランデのほぼ全域が飲み込まれてしまっているわ。黒ずくめの男を見なかったか？もしくは森の中の気配を捉えられないものだろうか。やつは森の中でエクシアをばらまいていた。まだいるならやめさせないと。彼、ベリアルはこの島にはもういないわ。グラン、あなたたちはこのままパンデモニウムに向かいなさい。わかりました。ロゼッタさんとも合流できたから心強いです。ごめんなさい、私は行けないの。ロゼッタ？今私がここを離れれば教育の拡大は加速してしまうわ。だからあなたたちに託さなければならない。得意点としてこの世界の窮地を救う希望の光となるか。私を安心させてほしいの。そんな。私も心配性ね。でもここでくじけるようでは世界は救えないわ。ここから先の戦いはあなたたちが想像もつかないほど激しいものになるわ。それを乗り越えられる力があるか。
今ここで見せてちょうだい。行きましょう、グラン。ロゼッタさんの言う通り、ここで負けるようならダメだと思うんです。オイラたちの力を見せてロゼッタを安心させてやろうぜ。わかった。それじゃあロゼッタさん、行きますよ。Thank you.
結構無茶したな。成長したわね、あなたたち。これならきっと。ロゼッタさん、あとは僕たちに任せてください。きっと事態を止めてみせます。青の少女と赤き竜、そして得意点、あなたたちが全ての鍵であると同時に、それゆえに敵はあなたたちを狙ってくる。みんなで力を合わせれば大丈夫です。ロゼッタさんもここで頑張ってくれてるんですからそうね。さあ、パンデモニウムに向かってちょうだい。そこが決戦の地となるわ。何者かが封印されていると聞いた。正体を知っているのか。ええ、彼の地に封じられているのは星の民の一人、ベルゼバブ。ベルゼバブ。しかし、たった一人の星の民がなぜこれほどまでに得意な力を持っているんだ。それはわからない。少なくともただの星の民ではない。特別な存在であることは確かね。この森に来ていたベリアルはベルゼバブの復活をもって世界が終わるのを望んでいたわ。味方によってはそのベルゼバブというやつすらベリアルに利用されているのか。そうね。この空の異変はベルゼバブの力によるものだけれど、それを抜きにして考えてもベリアルという男はとても危険よ。細けえことは考えてもしょうがねえ。どっちの野郎も懲らしめちまおうぜ。急ごう、パンデモニウムに。お願いね、みんな。私はここでできるだけ領域の拡大を抑えてみせるわ。パンデモニウムか。ここからなら半日とかからねえが。ことは一刻を争う。全速力で頼めるだろうか。こんな神器臭い方法で空の世界を混乱させるやつとか絶対はっ倒してやるんだから。行こう、みんな。なんだろう、すごく嫌な胸騒ぎがする。まるで良くないことがいくつも起きてしまうような。見た？あの青い髪の子、大物。星晶獣を刺激する力か。確かに我々にとって都合がいい。バラの星晶獣はすでにこの島と契約していて手に余る。ここは捨て、奴らを追うか。合理的。じゃあそれで行きますか。